ルイ15世、ルイ15世、1710年、2月15日から1774年5月10日は、ブルボンアッサ、第四代のフランス国王、在位。1715年9月1日から1774年5月10日。ナバラ国王としてはルイス4世。曽祖父ルイ14世の死によりわずか5歳で即位し、 ルイ14世の甥いにあたるオルレアンコフィリップ2世が、摂政の座について、政務を取り仕切った。成人後は、ウルボン公、ルヤンリ、ついで、フルーリー・スーキ教が失勢した。優れた、政治家である、フルーリー・スーキ教の失勢により、フランスは繁栄した。フルーリー・スーキ教の死後は申請を行う。ポーランド継承戦争に参戦して、領土を得たが、続く。 オーストリア継承戦争では得るものはなく、戦争により、財政を逼迫させた。七年戦争では、アメリカ大陸の権益を失い、フランスの衰退を招いた。ジョン・ローのミシシッピ会社が破綻してしまい、知性の間に5回もデフォルトした。多くの愛人を持ち、私生活は奔放で、最愛王、ビエン・エイミーと呼ばれた。特に、ポンパドゥール夫人とテュバリー夫人は、ルイ15世の知性に、 大きな影響を与えている。晩年になって、ショアズール公、ついで大法官を起用して、改革を行い王権の強化を図るが、1774年に天然党により64歳で崩御した。この時代、啓蒙思想がヨーロッパ世界を席巻し、ボルテール、モンテスキュー、ルソーなどが、フランスのサロンで活躍している。 早々古い十四世の治世時の1710年2月15日に、王太子類、グランドファンの着シブルゴーニュコールイト、ヒ、マリー・アデラ・イード・ド・サボアの三男として、ベルサイユ宮殿で生まれた。誕生と共に彼は次男に、慣習的に与えられる、儀礼称号の安住お及び、国王の彦として、プチ・フィス・ド・フランス、プチ・フィス・デ・フランスの称号を与えられた。 祖父の王太子類は唯一存命している、ルイ十四世の着出子であり、王太子妃、マリー・アンヌ・ド・バビエールとの間には、ブルゴーニュ公、ルイ、アンジュ公、フィリップ、後のスペイン王、フェリペヨ、ベリー公、シャルルの三人の息子がいた。ルイ十五世の母マリー・アデライド・ド・サボワは、サボヤ公、ビットーリオ・アメデオ二世と、皇妃アンナ・マリーア、 ルイ十四世の弟ルレアン公フィリップ一世の娘の長女である、ブルゴーニュコーとマリー・アデライドは1696年の鳥の条約によって婚約し、1697年に結婚した。この時代の王族や貴族では、非常に珍しいことに、ブルゴーニュコー夫妻は互いに愛し合い仲むまじかった。アンジュコー公、ルイの誕生によりブルボン家は、 当時ヨーロッパで最多の三世代六人の直系を負い、継承権者がいることになり、王い継承は万全かと思われていた。1700年に、安住公フィリップは、スペイン王位を継承し、フェリペ五世として即位した。このため、フランスとスペインの同訓連合の実現を恐れたヨーロッパ諸国との間に、スペイン継承戦争が没している。1711年に、 王太子類が急死し、ブルゴーニュ公が王太子となる、プチドーファンと呼ばれた。これは不幸な出来事だったが、ブルゴーニュ公はまだ若く、また、ブルターニュ皇類とその弟アンジュ皇、類の二人の息子がいた。だが、翌1712年2月12日に、非、マリー・アデラ・イードが天然痘、あるいはマシンで死去すると、事態は劇的に変わる。 病気の妻に長時間付き添っていた、ブルゴーニュコウも離患し、6日後に死去してしまう。さらに、幼いブルターニュコとアンジューコの兄弟もこの病に罹患した。ブルターニュコは射血治療がもとで3月8日に死去する。アンジューコル類のみが、養育係のバンタドゥール夫人が、射血治療を拒否して死を免れた。こうして、一人残された、幼いアンジューコル類が、 フランス王位継承権、第一位となり、王太子、同藩となる。ブルボン家の不幸は続き、1714年に、安住公のオジベリー公シャルルも仮中に、自己死している。1715年9月1日、72年間王位に、あった、ルイ14世が崩御し、わずか5歳の安住公が、ルイ15世として即位する。本来なら幼いルイ世の摂政を務めるのは、 ルイ十四世の甥いのオルレアン公、フィリ二世であったが、ルイ十四世は彼に、不信感を持っていた。ルイ十四世は、モンティスパン公爵夫人との間に生まれた、メーヌ公、ルイ・オーギュストとトゥールーズ博、ルイ・アレクサンドルに、自らの死後に、ー君のため設置される、摂政政府での重要な役割を与えることを、同年8月に作成させている。彼らは、 ルイ十四世の五歳マントの運行者夫人、両人の養育係で、王妃マリー・テレーズ・ドートリッシュの死後に秘密結婚をしているの願いにより、着室死とされていた他の多くの諸子たちは、この待遇を受けていない。遺言では、摂政は置かず、ルイ十五世が成人するまで14名からなる摂政、諮問会議を設置し、合議によって、国政運営に当たることになっていた。 摂政諮問会議は、オルレアン公が座長となるが、メーヌ公とトゥールーズ伯を含むルイ14世の側近たちが加わっており、必然的にオルレアン公の権力は制限されることになる。しかし、オルレアン公は中世以来の大権貴族、ノーブレス d エイプの指示を受けており、ルイ14世によって国政から排除されていた彼らは政策の変更を望んでいた。さらに彼らは、 メーヌ号とトゥールーズ博を死生児とみなして意味嫌ってもいた。これに加えて、ルイ14世によって権限権を奪われていたパリ高等法院、そしてイエズス会やローマ教皇重視政策の変更を望むジャンセニスト、幻覚主義振興運動とカリカニリスト、フランス教会自立主義もまた、オルレアン号を支持していた。死の床にあったルイ14世は、 オルレアン公と和解しようとしたのか、死の数日前の8月26日に、帝臣や大臣たちに、オルレアン公に従え、彼が王国を統治すると語っていた。ルイ14世が死去した翌9月2日、パリ高等法院で、大臣や王族、大貴族の会議が開かれた。その場で、オルレアン公は、法御数日前のルイ14世の言葉を持ち出して、自分に全権を与える、よう要求する。 パリ高等法院は、オルレアン公を支持して、摂政諮問会議のメンバー選別の決定権を与え、ルイ十四世の遺言は事実上無効化されてしまった。こうして、オルレアン公が摂政としての実権を握った。オルレアン公は支持の見返りとして、パリ高等法院に権限権を返還している。その後、パリ高等法院はこの権限を持って、ことあるごとに王権に抵抗するようになる。 メーヌ公は被着室死に落とされて、多い継承権を奪われ、失脚してしまう。メーヌ公は、スペインをフェリペ5世と通じて、陰謀を企わるが、12月に露見して投獄され、後に、国外追放となっている。オルレアン公は、パレロワイヤルで執務を行い、幼いルイ15世は、戦王の遺言により、空気が良く健康に良いとの理由で、バンセンヌ城へ移転させられた。 だが、その4ヶ月後にはバンセンヌは、冬が厳しいとの理由で、今度は、パリ中心部のチュイルリーグーに移っている。7歳になった、ルイ15世は、フランス王家の伝統に則っ,って男性によって、養育されることになり、ルイ15世は、心から慕っていた養育係のバンタドールプ人と、涙を流して別れた。ルイ14世の遺言により、新たな養育係となったのは、 ビルロワ公とフルーリー司教であった。ビルロワ公は、宮廷作法を教えたが、養育者としては、凡庸な人物で、ルイ15世に良い影響を与えず、内気な性格を助長させただけだった。一方、フルーリー司教は、恩惑な人物で教え子に優れた教育を施し、ルイ15世から敬愛される。殺生となった、オルレアン公は法当家として、有名な人物だが、 公私の分別はつけ、政治家としては有能だったという見方もある。オルレアン公の摂政政府は1715年に大臣制を廃止して、大権貴族層を国政に参加させる多元的議会制と呼ばれる制度を導入した。彼はまた、もしも、ルイ15世が死去すれば、フランス王位を主張できる、スペイン王フェリペ5世を牽制するため、1717 17年に、 イギリスとの同盟を成立させている。多元的議会制は体験貴族たちに国政運営能力が欠如していたためうまく機能せず、3年で廃止となってしまっている。財政立て直しのために、スコットランド人のジョンローを財務総監に起用し、フランス発の紙幣を発行し、北アメリカ植民地の開発、貿易会社を立ち上げるが、バブル経済が発生して失敗し、 多くの貴族たちが破産する結果となったミシシッピ計画。1721年、ルイ15世は十枚のスペイン王女マリアナ・ヴィクトリアと婚約した。三歳のスペイン王女は養育のためパリに移り住んだが、十一歳のルイ15世はこの幼い婚約者に全く関心を示さなかった。1722年六月、ルイ15世はベルサイユ宮殿に移り、 終生ここで暮らすことになる。同年10月、ルイ15世は、ランス大聖堂で、生成式を執り行った。1723年2月15日に、ルイ15世は13歳となり、パリ高等法院で成人を宣言して、殺傷政,政治が終わった。オルレアン公は引き続き最小として国政に当たったが、同年12月に死去した。フルーリーの助言に従い、ルイ15世は、 ブルボン公、ルヤンリを公認の最小に指名する。1725年2月に、ルイ15世が体調を崩し、2日ほど病床に付した。若い国王の健康に応答の危機を心配した。ブルボン公は、翌3月に、まだ幼く子を産むことが望めない、スペイン王女マリアナ・ヴィクトリアと婚約解消を決定する。マリアナ・ヴィクトリアはスペインに返され、 このためスペインとの関係が一時悪化した。代わって、ヨーロッパ諸国の中から出産可能な年齢の王女を選ぶことになった。なお、マリアナ・ヴィクトリアは後に、ポルトガル国王女子一世に嫁いでいる。最終的に王妃は、元ポーランド国王、スタニスワフ・レシチニスキの娘で21歳のマリー、レクザンスカに決まる。スタニスワフは王位を失い国を追われた身であり。 不釣り合いな結婚とみなされて、国民の失望を買った。今儀は1725年9月に行われた。ルイ15世は、王妃、マリー・レクザンスカを熱愛し、王妃はほぼ毎年のように妊娠出産し、11人もの子を産むことになる。最小ブルボン公は、失勢続きで穀物の価格が高騰し景気が悪くなり、国民の評判がひどく悪くなった。 1726年16歳になったルイ15世はブルボン公を罷免し、かつての養育係フルーリー・スー・キ教を事実上の最小とした。フルーリー・スー・キ教は1726年から死去する1743年までルイ15世の信任の下、フランスを統治した。この時期はルイ15世の治世下では最も平和で繁栄した時代であり、 ルイ14世紀の戦争による人的物質的損失からの回復の時代、グーベルナマンデパーターと呼ばれている。フルーリー数奇教は、大倉教、ミシェル・ロベール・ルペルティエ・デ・フォール、1726年から1730年、と公認のフィリー・ベールオ折、1730年から1745年の助けを受けて、1726年に貨幣を安定化させ、 1736年には、終士の近郊に成功した。また1738年には、三タン,ン,ン運河を開通させてオワーズ川とソンム川をつなぎ、後にスヘルデ川とネーデルラントにまで拡張している。国立土木学校が創立され、土木事業が進められて、フランス各地に近代的な道路が舗装された。海上交通も急成長して、 フランスの貿易額は1716年から1748年までの間に8000万リーブから3億800万リーブルに増加している。一方で、ルイ14世時代のコルベールによって定められた経済社会機構統制のために産業の発展は遅退している。宗教面ではジャンセリストとガリカニリストの反抗を抑え込み、外交面ではフルーリーは イギリスとの同盟を継続させるとともにスペインとの和解に努めている。1729年、王妃が3度目の出産で王太子ルイ・フェルディナンを生んだ。待望の王位継承者である男子の出産にフランス国民は喝采し、国王の人気は大いに高まった。この王太子の誕生により、王位継承問題とスペインとの戦争の危機を回避することができた。 1733年、外務教ジェルマン・ルイ・ショーブランの勧めにより、ルイ15世は、フルーリーの平和政策を一時放棄してポーランド、継承戦争に介入する。この戦争は、王妃の父スタニスはフレシチニスキを福井させることと、新生ローマ皇帝カール6世紀の王女マリア・テレジアの、婚約者、フランソ・ワエティエンヌ、後の皇帝フランツ1世から、ロレイ公国を奪うことが目的だった。 フランス軍はドレーヌを占領し、1738年にウィーン条約が結ばれて、スタニスワフにはポーランド位放期の代わりにドレーヌ公国が与えられ、フランスはドレーヌの代償としてトスカーナ大国の行位継承者となる。1766年にスタニスワフが死去すると、ドレーヌは義理の息子類15世が相続してフランスに併合され、これが ブルボン朝におけるフランス領土拡大の最後となった。その後、フランスがオーストリアとオスマン帝国との調停を行ってベオグラード条約が締結された。条約はオスマン帝国に有利な内容で、これは16世紀以来のフランスオスマン同盟の効果である。この結果、オスマン帝国はフランスのカピチュレーション、帝国内における外国人の恩恵的特権を更新し、 フランスは中東地域における貿易の優位を確保した。これらの成功により、ルイ15世紀の権威は大いに高まった。私生活で、ルイ15世は王妃、マリー・レクザンスカと結婚から数年間は仲睦つまじかったが、王妃はほぼ毎年妊娠させられると、夫婦生活を厭うようになり始め、一方、ルイ15世も王妃が生んだこの多くが女子だったことに、憤き通っていた。 王妃は十一人中二人しか男子を産まず、二人の、うち王大使、ルイ・フェルディナンだけが成人している。王妃がほぼ年中妊娠していたこともあって、ルイ十五世は1734年頃から、公的愛称を持つようになり、ネイル公爵家の姉妹を長愛した。最初に、マイプ人、次に、妹のヴァンティミール夫人、そして、シャトール公爵夫人である。 1739年以降、ルイ15世は国王が病人に手を触れて病を治す奇跡の儀式を止めてしまう。これは不倫を繰り返すルイ15世が自ら神聖な儀式を行う資格がないと考えたためとされている。だが、このことにより国王の神聖性の権威が損なわれる結果となった。1740年のカール6世の死去と、 マリア・テレジアのハプスブルク家相続はオーストリア、継承戦争を引き起こす。90歳、近いフルーリー数奇教には参戦に反対する気力はなく、フランスは1741年にプロイセン側で参戦した。戦時中の1743年にフルーリーが死去すると、ルイ15世は、戦王ルイ14世に習い、以後最小を置かないことを宣言する。 フルーリー数奇教が死去して、申請を開始した時点で、ルイ十五世は三十三歳になっていた。彼は、肖像画の通り美男子であり、体格も良く、教養に富んでいたが、打ち気で臆病な性格であり、政治にあまり関心を持たず、もっぱら趣味の狩猟に興じる日々を送り、狩猟のための馬や犬の調教に熱心で、王は、剣馬のために、剣馬の労を厭わないと評された。 1744年、ルイ15世はオーストリア継承戦争で戦う、軍隊の指揮を取るためアルザスに出征したが、この出生にシャトール夫人が同行したことが世間の不評を買っていた。8月に、ルイ15世はメスで病に倒れ、渋滞に陥った。従軍聖職者は、シャツミのために愛称と別れることを求め、ルイ15世はこれに従って懺悔し、 シャトールー公爵夫人は追い返された。ルイ15世は回復し、国民は彼を愛子の君と呼んだ。しかしながら、ルイ15世の女性関係はすぐに元に戻ってしまった。この年の終わりにシャトールー公爵夫人は死去し、国王は長期の死をひどく悲しんだ。あとにポンパドゥール夫人と呼ばれることになる、ジャンヌ・アントワネット・ポワソンは1745年2月に仮面舞踏会で、 ルイ15世と出会った。私的で教養がある彼女は国王を魅了し、5月に彼女はポンパドゥール公社区療を与えられ、正式にルイ15世の公めかけとなった。それまでの国王の愛人は皆、貴族階層出身だったのに対し、彼女がブルジョワ階層出身であることが人々には不評で、彼女は様々な誹望にさらされることになる。ポンパドゥール夫人は、 ベルサイユ宮殿の三階に住まい、ここで国王は退屈で、煩わしい宮廷儀礼から逃れてくつろぎ、ブルジョア風の生活を好んだ。ポンパドゥール夫人は体を壊したため1750年以降は、公やけめかけを退き、国王とは友人として付き合った。性的関係はなくなったものの、彼女は国王から深く信頼され有力な助言者となった。 ポンパドゥール夫人は正解にポンパドゥール派と呼ばれる派閥を形成し、私が支配する時代と自ら言うほどの権制を持つことになる。ポンパドゥール夫人の写真と浪費は当時の人々から非難されたが、彼女は芸術家のパトロンとなり、ルイ十五世時代のフランス芸術の発展に無視しえない貢献を成している。セーブルに王立時期製作所を設立して、セーブル野球を完成させたこと。 パリに陸軍主管学校を設立させたのもポンパドゥール夫人の貢献である。彼女は建築家のパトロンにもなり、パリ市内のルイ15世の屋敷、現在のコンコルド広場やエコールミリテールの建築をしたアンジェイコールジャック・ガブリエルに出資している。また、彼女は啓蒙思想を擁護して百科禅書派を教会の攻撃から守り、百科禅書の観光を実現させた貢献もある。 一方で彼女は鹿の園、パーク・オーセルフスと呼ばれる個人的な召喚を作り、多数の若い女性たちに国王への性的奉仕をさせた。鹿の園の娼婦の一人、マリー・ルイーズ・オミュルフィのタイ画が現代に残されている。このような乱脈な女性関係が元で、国王は諸女の地の風呂によくしているだの、90人の被着室師がいるだのといった乱らな噂が、 フランス中に流れてしまった。オーストリア継承戦争ではフランスはプロイセン側に立ち、オーストリア、イギリスそしてオランダ共和国と戦った。1742年、シャルル・ルヨーギュスト・フーケド・ベルイルが、フラン軍を率いて、バイエルン戦定校、カール・アルブレヒトを新生ローマ皇帝カール7世、ボヘミア王に、擁立、百四十五年のフォントノワの戦いでは、 モーリス・ド・サックス率いるフランス軍がイギリス軍に勝ちしている。1748年までにフランス軍はオーストリア領ネーデルランと現在のベルギーなどを占領しフランスの長年の念願だった国境をライン側にまで押し出すことに成功したかに見えた。だが1748年に結ばれたエクスラ・シャペル条約ではモトロレーヌ港を フランソワの神聖ローマ皇帝位を承認し、カール7世はオーストリアの反撃を受けてバイエルンを占領され、1745年に死去、ネーデルラントの占領地を返還するという、フランスに全く利益をもたらさない結果となった。このため、ルイ15世は国民からひどく不評を買うことになり、その人気は凋落した。戦争のために財政はひどく悪化しており、 このため、財務総監、マチュー・ダルノビルは、聖職者、貴族を含む、全国民を対象とした、20分の1税の導入に、取り組んだ。だが、新税の導入には、免税特権を侵される聖職者、貴族が猛反発し、パリ高等法院は、王霊の登記を拒んで抵抗する。結局、新税は導入されたものの、情報を重ねたもので、骨抜き同然のものになっしまった。 ジャンセリストの問題でも国王とパリ高等法院が対立して紛糾し国王の権威が低落する。1756年フランスは七年戦争にオーストリア側で参戦した。伝統的にフランスはハプスブルク家と対決しておりこの同盟は外交革命と呼ばれた。これにはプロイセン王フリードリヒ二世を嫌うポンパドゥール夫人がオーストリアとの仲介役となったが その役割は交換に知られるほど大きくはなかったようで、ある。1757年1月5日、ルイ十五世が馬車に乗ろうとした際に男に襲われ、右脇腹を担当で刺される国王、暗殺未遂事件が起こる。男はすぐに取り押さえられ、国王の傷も命に別状はなかったが、不安になった国王は、しばらくひどく落ち込んでいる。 犯人は、パリ高等法院の司法官の家に仕える、ロベール・フランソワ・ダミアンで、主人から、国王の悪評を危機犯行に及んだと自白した。3月にダミアンは公開執行による、八つ咲きの刑に処された。この事件の余波で、陸軍卿ダル・ジャンソン・ハクと、海軍強権国事奨所、マチュー・ダルヌビルが罷免されている。ダルヌビルは、 20分の1税を導入した有能な政治家だったが、ポンパドゥール夫人の不況を買って失脚したとされている。七年戦争で、オーストリア・フランス同盟軍は、名称フリードリヒ二世に率いるプロイセン軍に苦戦し、1757年11月のロスバッハの戦いで大敗を喫してしまう。アメリカ新大陸の戦いでもフランス軍は、イギリス軍に敗れ、 ケベックとモントリオールが陥落したフレンチ・インディアン戦争。1763年2月、パリ条約が結ばれ、フランスはカナダ、ルイジアナ、西インド諸島の一部を含む広大な植民地を失った。この条約はフランス史上最も惨めな条約と呼ばれた。翌1764年4月15日に、この戦争に少なからず、関わった。 ポンパドゥール夫人が死去した。ルイ十五世はポンパドゥール夫人の壮烈を涙を流して見送っている。チンの後には大洪水が来るであろう。直訳すると、我が後に大洪水あれ、日本語の、あとは、野となれ山となれに近いニュアンスという有名な言葉がある。ルイ十五世自身が言ったわけではないが、彼の晩年と将来の王政の終焉を象徴する言葉とされている。 戦争により国庫は破綻に瀕していた。ルイ十五世晩年の数年間は外務協兼陸軍協のショワズール公が政権を担った。彼はポンパドゥール夫人の人脈で出世した人物で、七年戦争では主戦派として戦争を推進していた。ショワズール公はイギリスへの報復のためにフランス海軍の再建に努め、その実績は多くの歴史家が評価している。一方、 国内問題では、イエズス会と対立したガリカニリストのパリ高等法院に同調して、イエズス会を解散させた。財政政策では、穀物取引の自由化を行い、経済の自由化改革に着手したが、その効果には賛否が分かれる。1765年、王太子ルイフェルディナンが死去する。ルイフェルディナンの長男と次男は養成しており、 三男のベリー校が同ファン、王大使となった、後のルイ十六世。ショアズール公は、オーストリアとの同盟関係を強化すべく、新王大使とマリア・テレジアの王女、マリー・アントワネットとの政略結婚を取りまとめ、今夜は1770年5月に行われた。1768年6月24日に、王妃、マリー・レクザンスカが死去した。 王妃が死去する一ヶ月ほど前に、ルイ十五世は、ジャンヌ・ベキュと出会っている。ジャンヌは、庶民の出で、小不動前の生活をして、デュ・バリー主爵の愛人となっていた女性だった。老教に入っていた、ルイ十五世はジャンヌを、ベルサイユ宮殿に迎え入れて長愛し、さらにデュ・バリー主爵の弟と結婚させて、デュ・バリー夫人と名乗らせ公家めかけとした、公めかけは、 既婚者であるの表しがあった。ショワズール公はデュバリー夫人を嫌悪し、そのために政治に関心がなかったデュバリー夫人は、反ショワズール公の定臣たちと結びつき、清掃に巻き込まれるようになった。パリ高等法院と国王,王との対立は続き、王権の危機を感じた、ルイ十五世は1770年12月に、パリ高等法院に迎合的なショワズール公を罷免してしまう。 ルイ15世は大法官もプーを登用して、翌1771年に一種のクーデターを起こし、パリ高等法院の司法官の追放、司法官職売慣性の廃止、上級表情院の設置といった司法改革を断行させた。これによって、パリ高等法院は弱体化し、王権が著しく強化された。だが、失脚した、ショワズール公派と、 パリ高等法院の報復貴族たちが、デュバリー夫人を元娼婦と非難する小冊子を作成して広し、国王の権威をさらに貶めることになった。その後政権は、モプートデ・ギュイオン公、アベテレが担当、三党政治になっていった。1774年4月、ルイ十五世は天然痘にかかり、病床に付した。病状が悪化して助からぬと悟った、彼は、 神への残悔のために愛人デュバリー夫人を宮廷から立ち退かさせた。5月7日、ルイ15世は国会を行い罪の許し受け、5月9日に64歳で崩御した。19歳になる孫のベリー校がルイ16世として即位したが、彼は私は何一つを教わっていないのにと嘆いたという。王妃、マリー・レクザンスカとの間には以下の着室師がいる。 長女エリザベートと長男ルイ・フェルディナンは、それぞれスペイオー・フェリペ5世の子女と結婚した、二重、結婚。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。